こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。最近肩甲骨を動かす動画結構出してるじゃないですか。はい。お客さんや視聴者さんに肩甲骨のやつでめっちゃ痩せたってすごいいただくのよ、お声を。だから肩甲骨の運動はきっとめちゃめちゃ疲れるわけじゃないけど、皆さんに合ってるんだと思って。そういうことですね。そう、それぐらいやっぱこう背中の筋肉、僧帽筋とか広背筋とか固まって肩甲骨動かなくなって代謝下がってるんだなってくずく思うんですよ。なので今日も新しく肩甲骨を動かすね、とっておきの体操をご用意したので、肩甲骨の体操でそんなに痩せるのかって思うと思うけど、これはもう間違いなく10キロ痩せれるぐらいの種目になると思うので、約3分肩甲骨剥がしを皆さんでやって一緒に痩せていきましょう。そしたら最初はですね、このように四つん這いになってクロールします。前にキュッと前に出して手をつく、ずっとクロールして前に出して手をつく。そうです、これ40秒いきます。はい、よーい、スタート。空中でクロール、四つん這いクロール。初めて四つん這いでクロールしました。そうだね。いや、考えてて初めてやったなと思って。だからこのクロールっていうのがポイントですね。水泳ってすごくいいよね。いいですね。こんな肩甲骨かなりの可動域。今そうですね、肘から上げるからクロールって、肩甲骨がすごいことになってます。そうね、もう息切れてきましただよね。はい、これ結構疲れるよな。ちょっと一回息継ぎしていいですか。いいよ。それ楽になった。全然なくない。そうだね、余計息切れることして無駄な動作。はい、 OK です。はい、そしたら今度は手を前から後ろに回す、回して戻す、前から後ろに。そうですね、いいですね。これ40秒いきますよ。はい、よーい、スタート。はい、前から後ろに回してるだけじゃん。はい、四つん這いでやるとこんなに疲れるんだと思わない？そうなんですね。俺もやっててさ、何なんだこれと思って。四つん這いだと前から後ろに回しづらいですね。なんかいつもの足の重さな感じな雰囲気になってる。いや、確かにこれ水中でやってるかのごとく、うん、重い。ちょっとキレを大事にして頑張って。キレは、はい、はい、腕を回してると思いきや、はい、体をひねんないと回せないじゃん、はい、四つん這いだと。はい、そこがね、いいんだね。味噌ですね。うん、疲れたね。はい、背泳ぎ。膝浮かせない。すいません。ジャッチしようとしないで。すいません。はい、呼吸します。はい、呼吸整えて。はい、暑いっしょ。やばいっすね、汗が。ね、めっちゃ汗かいてるね。かいてきました。すごい。したら今度は手をついて、はい、そのまま軽く腕立て。そうそうそう、軽くね。軽く、こんな感じ、外から外、軽くでいいんですよ。よかった。はい、これ40秒いきます。はい、よーい、スタート。軽く、そう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 、胸を張って、なるべく後ろで肩甲骨をかって寄せるイメージですね。はい、お、やば、やばない。これはもう、もうサボる、サボれないよ。先週サボってばっかだったから。確かに、あれちょっと反省しました。見て、俺にやらせて、ああなるほどっつって やらないっていうさ、よくない手法だと。あれでも本当きつかったな。そう。先週の、あの特にスクワットのやつ、さすがにできないよっていうコメントが多くて、あれ筋肉痛僕1週間残りました。帰り階段降りれてなかった。降りなかったですね。あんな追い込んだんだなと思ったよ、さすがに。鬼畜かと思いましたね。はい、OK です。はい、いいね。よっしゃ、呼吸を整えて。はい、いいね。いいです。次、最後です。はい、手を頭のちょっと先につけます。はい、そう、そのまま前に移動する、曲げる。あ、で、そう、戻す、後ろに引いちゃおう。もっともっと引いちゃおう。そう、そっからキュッていって。何？そう、これ30秒いきます。はい、よーい、スタート。こう、はい、ちょっと曲げて、ちょっと曲げて、そう、そうですね。なるほど、いいね。ちょっと曲げて、はい、はい、これできない人はどうしますかね。移動するだけでいい。あ、こう、こういう感じ。はい、あ、なるほど。はい、で、できるからちょっと曲げて、ちょっと曲げて、はい、はい、こういう感じ。はい。うん、できない人はこうですね。そうそうそう、曲げなくていい。そうそうそう、こう、こういうことですね。で、他の子はできるから、できるから、はい、ここはこう曲げて、そうそうそう、スルッと。なるほど、なるほど。そうそうそう、やっぱできない人はやめなかった。いいよ、サボるから。はい、OK、はい、です。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構暑いね。暑いですね。結構汗だね。結構汗です。たった3分いかないぐらいでこんなに汗かくの、すごいね。だいぶ汗で息切れです。肩甲骨を動かすっていうのはね、そういうことだから。なんか腕立てはできないじゃん、あんま皆さん。そうですね、きつい、はい、で、間の替えだったらギリできるから、ね、これちょっと曲げただけです、ね、そうだから、はい、大胸筋とかを動かして大きい筋肉なんで代謝が上がるんで、肩甲骨を動かしながらマイナス10キロを目指していきましょう。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。
このようにアペアンス TV では今でも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々を増えてほしいという思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。最後の一言がいきます。よし、それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。実は1年前から松平健さんと枕を作っていました。作った枕がこちらになります。名前は健眠枕といいます。おお、いい感じでしょ。気持ちいいですねこれ。そうなのよ。これ実は体圧分散実験してて、こっちが従来の枕、はい、これが健眠枕。すっごい平均的に圧がこうやって分散されてるのか。はい、寝まーす。おお。これはこう分かりますか、卵割れないようにふわって。実際柔らかさどれぐらい違うかちょっと触ってもらいたい。全然違う。これ、うん、柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいと頭とか体グッて沈み込みすぎるんじゃないかって思うんですけど、うんうん、寝てると全然そんな感じないですね。そうなのよね。こんな柔らかかったか。定価価格が14,980円、うん、はい、なんとうちの動画見てくださってる方には9,800円。あの概要欄に枕のサイトとあとクーポンコード、もし興味ある方はぜひ早めにご購入してください。